どうも、キスケです。本日は色別最強キャラランキングトップ5やっていこうと思います。最近ちょっとやってなかったんで、各色のトップ5は一体誰なんだというのを個人的な意見で、考えてちょっと動画化していこうかなと思います。こちらも毎度のごとく関突統一ランキングになっております。関突として考えていくという形ですね。はい、ということで、ごたくはいいからさっさと始めろということで、まず最初の色を見ていきましょう。こちら、はい、ブルーになります。青色に関してはあまり変わってないですね。まず1位がバカ野郎、2位がマジンブー、3位がブロリー、4位がバーダック、5位がベジットブルーということで、特に変わり映えないですね。1位と2位はもうほんまに不動というか、全く動かない。そろそろ青色ぶっ壊れきてもいいんじゃないかなって個人的には思ってるんですが、こんなもんじゃないですか。はい。で、3位から4位は若干悩んだっちゃ悩んだんやけど、今の環境結構刺さってるキャラクターとか、純粋に自分の力で火力を出せるようなキャラクターであったりとか、そういうキャラクターが多いのかなっていう印象ですね。じゃあまず第5位から見ていきましょう。ベジットブルー、今の環境赤腕ご飯が結構多いということで、そういったキャラクターに対して、安定感よく、打撃圧を、3枚ほどぶち込めるって考えると、5位には入ってくるのかなっていう印象ですね。で、第4位のバーダック、やっぱりね、試合中盤から終盤にかけて泥足上がったりとか、メインでさらに泥足を上げたりとか、自分自身でもがっつり殴っていけるキャラクターなんですよね。普通にバーダック以外落として結構安心とかじゃなくて、味方の支援のためのバーダックじゃなくて、バーダック自身もバニシング回復したりとか、出血付与する必殺アーツであったりとか、泥足で特殊で体力回復、その辺絡めてがっつり戦っていけるキャラクターなんで、相当強いと思います。で、第3位のブロリー、も火力出るのは若干遅いのかなっていう印象はあるんやけど、普通にバーダック組み合わせて戦ったりとか、劇場版の青枠であったりとか、その辺絡めると普通に火力も出るし、何より対面してて怖いですよね。中距離から相手の射撃を見て、射撃アーマーで突っ込んで確定でコンボをもらったりとか、強制交代挟んでバニシングとか体力とか泥足とか上げてったりとか、いろんなことができるということで、今の環境に結構刺さってるのかなと思います。で、第2位のマジンブー、は純粋に火力も高いし、一人でできることが多いっていう感じかな。体力回復もできる、バニシングも回復できる、とにかく試合開始で4ダメ 90% 乗るっていうフルスロットルなんで、純粋に強いと、思います。で、第1位のバカ野郎、に関してもやっぱり必殺カウンター全開覚醒という、恵まれたステータス、変身後のステータスはほんまに全キャラ中でもトップクラスのステータスなんで、まだまだ終わんないですね。サイヤ人、孫一族、その辺の青枠はもうバカ野郎で決定っていう、そういう感じかな。はい、何か変わってほしいなっていう青色はほんまに変わらないですねっていう感じで、ブルー属性でした。お次、レッド属性見ていきましょう。こちら、はい、レッツ、1位が親子ご飯、2位が阪神崩壊ザマス、3位がオーザルベジータ、4位が変身傍若、5位が覚醒ゴジータという感じになってます。レッドは地味に変わったのかな。オーザルベジータとか採用されてますし、前回の色別ランキングちょっと覚えてないんやけど、ザマスが1位とかやったような気がするんですよね。で、親子が2位みたいな形だったような気がするんですが、この辺もちょっと変えましたね。じゃあまずゴジータですね。第5位のゴジータから見ていくんですが、どうなんやろな、他のキャラクターが特にいなかった
から入ったみたいな、うん、印象なんですよね。スーパーサイジンパーティーの赤枠にしろ、なんかね、専用のユニークフラグメントが追加されてウルトラ悟空の方が火力出るんじゃねみたいな感じにはなってきたし、まあ、若干の片落ち感はあるけど、まあまだまだ強いよね。ドロソクと全開覚醒の、まあ、圧倒的暴力的なステータス、まあ、この辺で殴られるとやっぱり、まあ、尊重そこらのキャラクターじゃ解けちゃうんで、まあまあ5位には入ってくるのかなっていう印象かな。で第4位の変身ボジャック、まあ、劇場版パーティーぐらいなんですよ、活躍できるパーティーって。ただそれでもやっぱり強い、うん、覚醒アーツ打つタイミングでヨダメ 150% ぐらい乗るし、覚醒アーツに対して、で変身後体力回復で味方落ちてればドロソクで、何より個人的に強いなと思ってるのがやっぱりカバチェンジのカウント付与で、ライジングラッシュ打たれた際のカウント短縮、この辺がね今の環境めちゃくちゃ強いと思ってるんで、まあ良いでしょう。うん、相当火力も出るんでね、硬いし。で第3位のオーザルベジータ、まあこいつが来てからサイヤ人パーティーの安定感がさらに増したというか、うん、まあそもそも範囲特集不死身、これだけでも強い要素っていうのは揃ってるんですよね。プラス、アーツ当てるとアーツをドローしてコンボ力もまあそこそこあると、で特殊当てると必殺アーツもドローできるし、必殺発動すればカウント短縮もできるし、まあそう考えると、まあ、やっぱり強い、うん、キャラクターなのかなっていう。でフリ属性に対してもまあ他のキャラクターよりかはぼちぼち殴れる能力持ってるんで、ブルーに対して特攻持ってるんで、まあ第3位が無難かなと思います。で第2位阪神崩壊ザマス、阪神崩壊ザマスは3周年で追加されたぶっ壊れキャラクターではあるんやけど、まあ、火力に全振りしたっていう印象かな。うん、耐久はほんまにほぼないほぼない、ただそれでも第2位に食い込むやっぱりパワーがあるっていう、すごい尖ったキャラクターっていう印象ですね。まあ、捕まったら範囲特殊でカウント付与されてライジングと究極で落とされたりとか、まあ先ほど言った通りなんですけど、まあ、範囲特殊でさらにコンボを取りやすいっていうのもあるし、そもそも打撃カバチェンがあるっていう、で特殊アーツを呼んでくるタイミングっていうのも、まあ、必殺アーツをぶつければ特殊アーツを引っ張ってこれるっていうのもだいぶね、ありがたいし、何より落ちても落ちバフがあるし、倒しきっても倒した際のメリットっていうのがあるから、まあ阪神崩壊ザマスで倒されちゃうと、まあ、なかなか厄介、うん、相手からすると阪神崩壊ザマスにやられてるのにさらに不利な状況が続くっていうのがだいぶ押し付けてるよね、自分自身のステータスとか能力を。その辺がやっぱり今の環境めちゃくちゃ強いのかなって思います。で第1位の親子ご飯、まあ、1位と2位を入れ替えた理由がシンプルに親子の方が強くねってなったからですね。うん、やっぱり根欠が多い理由が、まあ、親子っていう点もあるし、やっぱりラス1とかラス2とか、まあ、味方が落とされてからの挽回力っていうのがもう全キャラ中トップクラスなんで、とにかく油断できない、うん、3対1の状況でも必殺一発でなんか落ちたりとか、究極はもうみんな満場一致でもああこれ大変なって思ってるし、まあ、それぐらいやっぱ挽回力がある。プラス、まあ、別に味方が落ちてなければ、まあ、再生とかに対してはカバチェンでがっちりと守ってくれるし、火力も普通に出るし、キャラチェンで気力も回復できるし、まあ、今の環境はほんまにすごい強い、うん、まあ弱かった時期が特にないんやけど、ずっと強いキャラクターなのかなっていう印象ですね。はい、ということでレッド属性でした。お次パープル見ていきましょう。こちら、はい、パープルですね、第1位が復活ご飯、第2位がセル、第3位がカマロゼ、第4位が悟空4ですね、第5位が変身ピッコロ大魔王ということで、まあパープル若干悩んだんすよね。特に第5位はちょっと悩んだね、誰にしようかなと思ってまあでも
ピッコロ大魔王なのかなっていう感じかな。やっぱり強いよね。その再生パーティーの紫枠セルに取られたって言っても、こいつ自身が持ってるパワーっていうのは凄ましいし、やっぱり変身をねうまく絡めると、さらにそっからコンボつながるし、ドロソクもあるし、アーツコストダウンもあるし、控えメンバーダメージの必殺アーツもあるし、まあ止まらんちゃ止まらんよね。うん、手がつけられないタイミングで殴られちゃうとほんまに手つけられないんで、まあピッコロ大魔王なのかなっていう感じかな。で第4位、悟空4ということで、まあシンプルに火力もそこそこ高いし、条件付きでドロソクアップもあるし、不死身無効やし、特殊カバチェン無効、まあこの辺の能力が今の環境にぶっ刺さってるっていうのがあるんで、まあ第4位は硬いのかなっていう感じかな。で第3位のカマロゼ、まあ不死身無効であったりとか、特に何も気にせずライジングラッシュぶっ放せるっていう点は、まあめちゃくちゃ強いし、で極出血、これもね甘く見てると控えに戻してるだけなのに、どんどんもう体力気づいたら半分やんみたいなこともあるし、まあ、控えメンバーダメージの必殺アーツもあるし強いよね。うん、で特殊アーツでかぶせることもできるんで、まあ特殊でかばしてから、かぶしてから、まあ相手の特殊カバチェンがなければそのまま打撃圧で突っ込んで、まあ時間延長された極出血で殴って必殺圧につないでいくっていう動きもできるんで、とにかく強いと思います。はい。で第2位のリミテッドのセル、こいつはね強いよね。破格やんね。復活阻害、ドラゴンボール4つ吐きプラス気力ゼロプラス気力回復速度 150% ぐらいダウンやったかな。その辺もまあ相まって今の環境にぶっ刺さってると。プラス、まあ、今の環境に多い根血サイヤ人とか、まあ、その辺に対して結構大きな特攻を持ってる。プラスユニークゲージも持ってるっていう。なかなかですよ。うん。まあ特殊アーツコンボつながらないって言っても、まあ、バニシング回復もできるし、わりかし便利な性能はしてるんで、その辺は特に気にしなくてもいいのかなっていう印象かな。こいつも早急にユニークゲージを貯めて、射撃カバチェンも持ってるし、殴り倒して、で、復活も倒して、有利に試合を進めていくみたいな動きができるんで、まあ相当ぶっ壊れたキャラクターなのは間違いないんじゃないかなって思います。で、第1位の復活ご飯、まあ特に言うことはないですね。強いです。はい。ということで、パープル属性でした。もう満場一致でしょう、1位は。誰も文句ないでしょう。お次イエロー属性見ていきましょう。こちらイエロー、1位が石腕ご飯、2位がキラベジ、第3位がリミテッドの変身ピッコロ、第4位がリミテッドのゴジブルー、第5位がスーパーウーブという形になってます。黄色はねスルッと決まったね。スルッと、特に悩むとこもなく、すんなりこの5体が出てきましたね。じゃあまず第5位、スーパーウーブ。まあ、範囲特集ぶっ壊れてるよね。他のキャラクターより発動速度も速いし、まあ、特殊カバチェン無効それでつくし、不死身やし、そこそこ、そもそも。で、メインでドロソク2段階アップするんで、殴っていけるっていうのも強いし、まあ相当ぶっ壊れたキャラクターやね。スーパーウーブがいるから、まあ、ゴジフォーが強化されて GT がまあ環境トップクラスのパーティーになっちゃうんじゃないかっていう噂もあるんで、まあ、スーパーウーブは強いですよ。うん、しっかり受けれるしね。で第4位のゴジータブルー、まあ、ゴジータブルーもね結構言われてるんですよね。ユニフラ早く追加してくれへんかな、ゴジフォーと一緒でみたいな。ただまあそれでも強いと思うんですよね。やっぱ特殊アーツの打撃カウンター決めたメリットっていうのは他のキャラクターにはないほどでかいし、で強打な敵特攻もあるから、まあ再生パーティーとかに対しても殴っていけるし、普通に強いと思います。うん。で救急カーツの火力もめちゃくちゃ高いんで、まあ4位じゃないですか。うん。で第3位変身ピッコロ、まあ変身ピッコロも時止めの数も多いし、バニシングも回復できるし、時止めてから射撃アーマーの必殺で突っ込めるっていうのもめちゃくちゃ強いし、まあ、火力出るのがね若干遅い、
中盤後半あたりに火力ががっつり出るキャラクターではあるんやけど、そもそも防御タイプなんで、序盤はがっつりこいつで受けて、で中盤終盤ライジング避けてこいつでがっつり削り切っていくっていう動きがまあとんでもないのかなって思いますね。はい。で第2位のキラビジ、キラビジは、まあ、よく使ってるんですよね、僕は壁抜きパーティーで。とにかく火力が高い。こいつもね、なんか阪神崩壊ザマスと同じような雰囲気を感じるんですよね。とにかく止まらない。相手がたまらず交代してくるとさらにアーツを引っ張ってコンボ1コンボ分加算されるの確定してるし、まあ特殊アーツとか引かん限りね。で余ダメアップの時間が長い特殊アーツもすごく使いやすいし、何より必殺アーツ不利属性無効やから、まあ、カバチェンで射撃カバチェン成功すれば必殺アーツをドローしてそのままある一定のダメージはしっかりと与えることができるっていうキャラクターなんで、めちゃくちゃ強いと思います。はい。で第1位の石板ご飯、こいつももう言うことは特にないのかなっていういつまで1位に居座ってんねんっていう感じやけど、やっぱりコンボカットカバチェンの時のデメリットが特にないんですよね。ほんまに射撃やったら吸収できるし、別に射撃以外やったら手札2枚破棄してコンボ終わらせることができるし、でまあ中盤終盤にかけて不利属性無効が働いて泥足もあるし、で救急カーツで1体不死身無効で落としきることもできるし、やりたい放題ですよね。めちゃくちゃ強いキャラクターだと思います。ということでイエロー属性でした。さあラスト、グリーン属性見ていきましょう。こちら、はい、グリーン属性になります。第1位がゴジータ4、第2位がマタナ、第3位が変身ブラック、第4位が復活ご飯、第5位が破壊神突破ということになります。まあ緑はね結構人によって意見がバラバラになるんじゃないかなとは思いますじゃあまず第5位、破壊神突破、まあ純粋にカウント付与が強いし火力も高いし、特に今の環境ね、カウント付与はぶっ刺さってるんじゃないかなと思うので、まあ第5位に選んだっていう感じですね。まあ手札破棄もあるしね、特殊アーツで相手の射撃カブしてコンボ取ることもできるんで、まあ特に文句なく5位ぐらいに入ってくるのかなって思います。で第4位、復活ご飯、復活ご飯に関しては復活だから入ったっていう感じですね復活以外の能力はまあそこまで強くないんですよね、正直そこまでなんですよ。ただやっぱり復活っていうのがもう今の環境だとなくてはならない能力みたいな感じになってるよね。もう全タグに復活よこせって言われてるぐらい復活キャラクターがやっぱり脅威。うん、ライジングラッシュを1回安定で受けれるっていうのも強いし、まあシンプルに打撃カバチェンがあるっていうのも強いし、まあまあ4位ぐらいに入ってくるのかなって思います。で第3位の変身ブラック、いつまでおんねんと言いたくなるんですが、まあこの辺でしょう。結構古いよこいつ、キャラクター実装されたからは。ただまあやっぱり特殊でドローしたり、メイン変身後のメインでドローしたり、ドロ速もあったりとか、うん、弱いとこがないんだよな。まあ、だから当分ね、相当強い緑のキャラクターが実装されない限り未来パーティーの緑枠はこいつのままなんじゃないかなっていう感じですよね。そろそろ飽きたんじゃねみんなって思うんですが、まあまあいいでしょう。で第2位のマタナ、まあサイヤ人パーティーの圧倒的緑枠っていう感じではあるんやけど、まあ射撃カウンター持ってたりとか中盤から終盤にかけてドロ速アップとかキャラチェンで気力回復とか不利属性向こうのメインとか、まあはやりたい放題ですよね。うん。ただまあ1位と2位を入れ替えたんですよね僕は、ちょっと悩んで。うん。まあここは人それぞれだとは思うんですけど、まあそれでもマタナはずっと強いね。救出もあるし射撃もあるし
火力高いし硬いし言うことなし。第2位です。で第1位ゴジータ4ということで、ユニフラで変わりすぎたっていうユニフラ一つでここまで変わるのかっていう印象はあるんやけど、やっぱね今の環境それこそ復活キャラクター多いでしょ。だから復活キャラクターに対してライジングぶっ放して速攻で皮剥いで、でそもそも持ってる復活阻害とユニフラの復活阻害でドラゴンボール4つ回収しつつ、ヨダメも 50% 上げて2周目のライジングも打っていくみたいな動きが、まあやっぱ今の環境めちゃくちゃ強いんですよね。でメインでフリ属性向こうも持ってるし、特殊アーツの手札破棄プラス特殊カバチェン向こうも持ってるし、射撃アーマーもあるし、必殺ドローもついてるし、必殺アーツに言うことなしでしょ。こいつはもう超強キャラになったよ、ユニフラ一つでここまで変わるとは正直思わんかったんやけど、まあ今の環境はね、マタナと当たるより、まあ使ってるパーティーによるんですけど、復活キャラクターとか採用してるパーティーを使ってる人はマタナよりゴジータ4と当たる方が嫌なんじゃないですか。うん、それぐらい強くなったと思います。ということで、以上で全属性が揃いました。はい、5色。まあ個人的なねランキングにはなるので、まあ思い思いのコメントを残してっていただけたらなと思います。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。